手術が承認されたのは中部地方に住む30歳代の医療関係者で、自分が男性であることに違和感を持ち、心と体の不一致に悩んできた性同一性障害の患者です。この男性は2年以上前から埼玉医大で精神療法やホルモン、トイレやお風呂に入るたびにその現実を思い知らされ、自分の存在を否定されるような痛烈な悲壮感を味わい、男性器を自らの手で切断してしまいたい衝動に駆られるのです。必要か、私はその趣味でやってるとかっていうわけではありませんし、本なるべき姿だと思ってますので、というよりも男の姿をするのが嫌なんですよ。ですから着るもの一つにしても何にしても男のものはもう絶対身につけたくないっていう気持ちが強いですよね。一歩ずつ近づいてきたなっていう、そんな感じですね。ですから嬉しいっていうのもあるんですけど、非常に落ち着いてきたっていう、なんかほっとしたっていう感じですね。女性と信頼の治療などの治療を受け、生活のほとんどを女性として過ごしています。性転換手術は治療の最終段階として行われるもので、手術を受ける患者としては日本で2人目、男性から女性への性転換は初めてのケースとなります。最大の男性患者です。でこの男性は自分が男であることに違和感を持って、心と体の不一致に悩んできた性同一性障害の患者です。性転換手術は去年の10月についてこれが2例目です。男性から女性への性転換としては初めてのケースになります。取材をしている。というわけで、睾丸摘出、陰茎切除、増殖の3段階。この日本のどこかで手術は確かに行われている。あくまで闇の行為ではあるな。そしてそれは切実な需要が多いことを物語っ